あずきアドのダネヒロです。今日はですね、まあ、みんなね、好きな、まあ、多分大体好きなんじゃないですかね。まあ、和菓子とはまたちょっと、なんて言うんですかね、本当のっていうかね、純粋の和菓子とはまたちょっと違うんですけど、今日はですね、生クリーム大福をね、ちょっと作っていこうかなと思います。もうみんなね、好きだと思うんですよね、生クリーム大福。やっぱりね、ただ生クリーム大福って言っても、やっぱりこの、あんこと、生クリームのこの中和っていうかね、それがね、やっぱみんな好きなんですよね。そのね、今日はですね、美味しい生クリーム大福、もうあんこと生クリームの宴みたいな感じのやつをね、ちょっとね、作っていこうかと思います。じゃあね、まずね、早速作っていこうかなと思います。まあ早速作りますけど、やっぱりね、生クリーム大福なので生クリームを立てないと話にならないのでね、まずはね、この生クリームをね、ちょっと立てていきます。じゃあね、 200g でちょっとね、立てていきます。まあそんないらないかもしれないかな。でもまあいいや、 200g でね、ちょっとね、立てていきます。 200g いらないな。ちょっとこれ見ると 200g 多いんで、150ぐらいにしときましょう。まあ、ね、一人でしか食べないのでね、まあ、家族とかね、そういう、たくさんいる人だったらね、多くてもいいかもしれないですけど、自分結構ね、一人暮らしなので、作ってもね、あんまり食べないので、食べる人があんまいないのでね、ちょっとね、150グラムぐらいにね、していこうかな。で、150g 測ったら、12% かな。砂糖はだいたい 12% 入れてるので、まあ 18g 入れていきます。これはグラニュー糖の方がいいですね。なんでグラニュー糖の方がいいかっていうと、上白糖って基本的に甘いので、グラニュー糖で、作っていきます。だいたいこれはもうケーキ屋さんとか、なんだろうな、お菓子屋はもうグラニュー糖で作りますね。上白糖で作ってる多分お菓子屋は多分ないと思います。で、これを立てていきます。これがね、もうしんどいんですよね、もうね。もう、あれです。皆さんが嫌いなやつですね。もう、腕がつる系の生クリームですね、これは。こんな感じでね、生が立ちました。まあまあ、これはね、普通に生クリーム立てるだけなんで、あんこはですね、市販のあんこでも別にいいんですけれど、大体ね、もう柔らかく作られてるので、あのまま使うともう手がやっぱりべっちょべちょになっちゃうので、あれはですね、一回ね、レンジとかで水分飛ばしてから絶対使ってください。よくね、あのまんまで使ってる動画めっちゃ見かけますけど、 100% やりづらいだろうなって。で、このあんこをですね、こうね、 20g にちぎっていきます。で、こうやってあんこをちぎったら、あとはこのあんこをですね、こんな感じですね、こんな感じで、ちょっとね、真ん中に穴を開けてあげて、ちょっとくぼませます。ここに生クリームを入れちゃうんです。よいしょ、こんな感じかな。まあ、このままだとね、ちょっとね、包みづらいので、もちろん生クリームがね、こうべちょってなっちゃうので、これをちょっとね、冷凍していきます。まあ、今のうちにね、冷凍させてる間にね、餅作っちゃおうかなっていう、そういう作戦ですね。で、水は120入れよう。220だね、合計で。そしたら混ぜます。で、砂糖が150入れます。150。もう結構入るんですね、これ。で、またね、砂糖がね、なくなるまで、こう、ちゃんと溶けるまでね、こう、ちゃんと混ぜてあげます。で、あとはもうできたやつね、ドローンと、ほりゃ。まあね、求肥はね、こうやって蒸した方が絶対美味しいけど、まあめんどくさい人はね、なんかレンチンの、別にそれでもね、まずくはないと思うので、ただね、やっぱね、蒸した方が絶対美味しいと思います。おー、いい感じ。いい感じにできてます。わー、すごい。ふわっふわだね。ふわっふわです。めっちゃふわっふわですよ。めっちゃいいお餅。すげえふわふわしてる。ほら、ふわふわしてる、ふわふわ。わかるかな？わかんないか。まあわかんないかもしんないけどね、めっちゃふわふわしてていい感じです。うわぁ、これはもちもちだ。もちもちよだ。もちもちよですね、これは。
レンジの餅とはやっぱ全然違うね。当たり前ですけど、やっぱね全然違う。で、あとはねちょっとねこう混ぜてあげるといいですね。こう均一にさせるためにこうちょっとね餅を混ぜてあげます。やばいねこれね、うまい。ちょっとね手についちゃったやつ食べちゃったけど、これねほんとねうまいっす、うまいっすよこれは。今日はですねちょっと変わったやり、変わったっていうか、このね水切りっていうやつがあるんですよ。水切りっていう、なんていうのかな、あの食用油みたいながあるんですね。でまあ手に塗るだけじゃなくて、こうはかりにも塗るんですね。こうくっついても大丈夫ね、じゃないな、くっつかないように、ほらこんな感じで手にくっつかないので、まあこういうやり方もあるんですね。でちなみになんだけど、これはね、100均で買った箱ですね、これ。100均で買った書類入れみたいな、紙を入れるやつなんですけど、それをね、手粉用に使っちゃってます。まあ、なんでもいいんだけどね、別に。こんなの使わなく、作んなくてもいいし。25。いいね。うん、素晴らしい。美味しそうでございます。で、さっき冷凍したやつが、ほらね、ちゃんとね、固まってた。ほらもう全然触れる、こんな感じになっちゃうね。いい感じ。これぐらいやってもね、包んだら溶けるから、でこうやってもう一回持って、こうねこう伸ばしてあげる。こう餅をギュッギュッとこう引っ張る感じ。引っ張って、あとはここまでやったらこうね包む、包むっていうか引っ張る、端っこを引っ張ってこう上に持っていく感じ。なんかね、おばあちゃんとかよくやってたよね。で、ほら。あー、めっちゃうまそうだね、これは。わー、うまいぞー、これ。絶対ね、美味しいと思う。でね、実はですね、ここで耳寄りな情報なんですけど、結構ね、砂糖が甘いじゃないですか。で、これなんで砂糖が甘いかって言ったら、まあ、生クリームとの相性っていうのもあるんだけど、まあ、それだけじゃなくて、実はですね、これね、砂糖が甘いっていうことは、冷凍ができるってことなんですよ。素晴らしい。素晴らしくないですか？こんなね、美味しそうなのに、冷凍までできちゃうって、やばいですよね。一気に作って、一気に食べきらなくていいってことは、もう半端じゃないですよね。ほら、何気にほら、めっちゃできてるんだけど、もうめっちゃうまそうだよね、これね。はい、ということでですね、今日はね生クリーム大福を作ってみました。早速ねちょっとね食べてみようかな。もうすごいねふわふわしてるんだよね、ふわふわしてる。いやうまいね。もうね自画自賛してしまいますけどね、これはねもう絶対外さないですね。もうみんな好きだと思う。ということでですね、今日はですねちょっとね生クリーム大福をねちょっと作ってみました。もうね、例えば生クリームとかあんこをね、ちょっと違う種類に変えるだけでいろいろね、アレンジできちゃうと思うので、ぜひね、作ってみてください。多分美味しいと思うので。ということでですね、チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ということで、バイバイ。